これやばいですよ、僕が出す番ですよ。あ、ちなみにこれ何やってるかって、ロールジャハやってるんですよ。財布に盛り上がるゲームですよ。もう1枚のけてくださいよ。いける？どれにしますかね。1枚ね、除去してくださいよ。これがね、ピュッピュッピュッ。これでいいな。朝に当ててもらわないかんからな。どれでいってもいいです。ピーターパン冬犬。ピーターパン冬犬。これ皆さん見えますかこれね。どれがピーターパン冬犬って言えてるんですよこれね。ひどいゲームだぞ。これだ。わかんねえ。タン。これ俺だけの問題ひどくないちょっとこれ。これかなり難しい。わかんねえ。で、もう雰囲気で言うと、俺はこれ犬だと思う。なるほどね。ニコさん、あれ犬ですかね。いや、どうですかね。僕なんかこのなんかカチャカチャした感じのピーターパンかしら。カチャカチャした感じのピーターパン。はい、でちょっと、ね、このピーターパンのちょっと帽子の雰囲気がちょっと。ニコさん、子供の頃持ってるな。じゃあ、あれピーターパン行ってみますか。いいですか。行きましょう。はい、はい、正解はパン、ピーターパン。マジか。はい、そっちが正解。はい、先生4点、4-1、勝ち。終わった。こんなゲームですぞ。2分で終わった。この無限にある。僕らがそうなんで、とりあえず音でもあって、どれか簡単な気にしましょう。鳥テレビ夏。なんか個性的な。うん、わかんないな。こっちの2つはどっちかですよね、消すなら。ね。人造じゃないですか、レントゲンでしょ。そう、ダメだよね。これね、これダメね。これ人造だそうですよ。はい、どうぞ。僕がおひでくんですか。うん、おひでちとうさんです。ちとうさんが出すときにね、すぐできないからね。しかも紛らわしを残しましたからね。これかなり紛らわしい。ちょっと先生の心の闇が出てくるぞ今。これでしょ。うん、じゃあこうしましょう。はい、はい、あれは適当やないか。じゃあ僕はちょっと、はい、あれからいきますよ。こっちだ。これテレビだと思います。これテレビですか。テレビアンテナっぽい。これテレビですか。うん、テレビだって。うん、テレビですって。あれテレビな気がしてきた。そうなんよね。そうなんですよ。これ鳥だと思ったよ。いや、多分でも俺は最初にここ置いたから、これ鳥なんじゃないかと思ってこれね、これか、これの鳥に一度決めてみたいな。鳥がね、こっちかなって感じ。あれテレビかな、テレビかな、テレビだな、テレビだ。テレビ、はい、ドン。テレビだ。完璧ですよ。両方正解なんで、まあ、もう一度どうぞ。まあ、一手目いったここが取りかな。じゃあどうぞ。僕ら出ようで。もちろんどうです。連中強すぎますよ。世界大会いけんじゃん。ちょっと富士の番組出れますよ、これ。出れますね。すごい。ロールシャッハテスト。君の心が読めるか。やべえな。なんか待ってよ、これか。はい、今度矢沢さんですよ。あ、はい。適当に出ますよ。猫天国赤ちゃんですよ。はい。もう簡単すぎて作ってくださいよ。それかな。これってですかね。猫っぽいの昔とかですかね。それ赤ちゃんっぽいのと思った。あ、そうですか。
もう全然言うこと違いますよ、連中は。先生、僕はペア会でやってもよかったと思うしね。あ、そうやね。人さんがいるとこ勝つからミスターロールシャッハーミスターロールシャッハーそんな名前だったの今度からミスター R って呼ぶしかないミスター R かっこいいミスター R これなんですか天狗ですはい、皆さん早い迷うことがあるんですよねどうすこれ難しいんですよね。僕がね、皆さんこうパン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 これとこれ、いやらしい起こし方しよったぞ、こいつら。いやこれ赤ちゃんかな。赤ちゃんっぽい。え、赤ちゃんですか？結構あっちから見ると、ちょっとこの辺が頭の胎児っぽい形してるんですよね。方向はね。あれ？けどこれなんかちょっと猫っぽくないですか、これ。あ、猫っぽく。8割の。これ読めないのかな。このビアが超エコー写真に見えるんで、まあ、大体エコー写真見えるね、CT が見えるね。そうですね。一応猫推しますよ。猫推しですか。ああ、なるほど。じゃあ猫でいってみましょうか。いいですか。はい、猫はね、これか。これは猫。皆さん答えは猫。猫すごい人さ、猫ですよ。すごい、マジか。向こう点取って終わりですよ。先生、赤ちゃん誰ですか。これ赤ちゃんこれです。もう全然ダメだよこれ、あのなんか五行みたいな感じで天国かみたいな。あ、なるほどね。いや言ってあげますぞ先生、俺弱すぎますぞ。ハルさん一個も当たってる。矢田さんとシンクロしてない。シンクロリティ。これ嫁だったらすごい的中だった。矢田さんが愛が足らない。はい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 。一枚簡単なの抜けますか。どれだろう。ちなみに見てる皆さん、このぐらいどっかんどっか盛り上がるんですよ、このゲーム。夜中におっさんがこれで盛り上がってくる4人でね。絵面見ても全く盛り上がれそうに見えてるんだよ、ね、今この絵面は何にも面白くないね。どれ、オーストラリア、ね、色が良くないと思います。色が良くない。全部カラフルな色にすればさ、もうちょっと映える。これもね、これテーマ、それじゃないですかね。まあ、これだよね。それですね。これね、これダメだよね。はい、シュッとね。よっしゃ、さあ行ってくださいよ。なんかその色、白黒なのに色を言ってるからね。よーく見ると色が浮かんでくるんですよ。これはね、だってマジでこんなか2本黄色と緑とかあったらびっくりするよ。これはね、やばい、見えないものが見える。四つ葉のクローバー読みで緑です。そこは緑だと思ってる。やっぱり、うん、平地ですよ、それは平地。ここまで行って四つ葉のマジ何にも思うかね。俺絶対俺の言うこと間違ってるからこの人と。ちなみにこれ動画撮ってるからあれだけど、僕はねオーストラリアと思ったんですよ。どの辺がオーストラリアですか。でももう喋りませんよ。でも僕は一番も合わないから見とると思いますよ。喋らない方がいい。でもこの後わからないですよ。でもうちどうぞ。これ残ってるのはオーストラリアと狼男。狼男、どう見たら狼なの。だからね、どう見てもダメなんで。ああ、まあこれがあればね、ちょっと狼男っぽかったね。まだね、ちょっとね、なんかちょっとこの辺が獣っぽいから、これが狼男。よっしゃ、もうこっちだと思うんだな、狼男ね。いや、どっちかせの、ドンドン。よし、俺らは当ててないけど、理由はないけど、まあ、こっちの方はちょっと狼男、狼感を感じた。だからちょっと魔物感が。なるほどね。ニコさんが適当に叩いただけだったね。かなり適当です。ちょっと論理が足りない。いや、難しいってあります。こっちの方が狼物感があるとかって全然出すけどね。これぐらいで突破で出すとこちょうどいいよ。いやし、もう出せばいいんだな。またこのまた色シリーズだよ。
しかもめちゃくちゃ似たようなのしかなっちゃう。やっぱり一発じゃないか、自分とで、またこう形がちょっとシャッフルしてねえよ。どれも似てる、なんか。あとするんですか。どれか食べてください。僕もお題出しますよ。これ外したね。皆さん、これマジ難しいっすよ。うん、で、あれ、なんか中国のパンダっぽい感じが。どうしますか。はい、今、パンダっぽかった、なんか。ササの感じ。全然わからない。やらさねえ。残しよくよかったな。全然わかんなかった。しいからこの3つなんだかわからない。守れで伝わって。くりゃバーン。分かんねえ。なんも分かんないな。パリっぽくて中国っぽくて赤いやつ選びましたよ。もう難しい。届きました。ありがとうございます。ビー分かんないな。いやあれだよ。どれにしようかな。もうあれあれなんだろうな。これが SDG でいいよ。SDG。ぽいぽい。ああ、分かんない。分かんない。全く分かんない。俺もどれにやってるか分かんない。パリーン中国。あかんって感じやね。珍しい。もう分かんない。ここ中国です。それ。分かんない。もうね、もう何も申せません。確かに全然わかんないよ。うん、っていうかさ、これ逆だと辛くないかこの問題。でも僕もこの中だったら中国かなって。死で言えば中国。パクリキャラクター的な。いやなんかあの北京ダックのフォルムですよ。ああなるほどね。俺パンダのフォルムかと思って。なんかサンリオキャラクターっぽくて赤とかかなとは思いました。テレテテレ明らかに中国やろ。明らかにマジか。当たった。あとパリーンっていうのとアカーンっていうのがあるけど、わかんないな。うん、どっちもありえそうな感じなんですよ。だんだん見てると中国に見えてくる。いやーでもじゃあこっちパリ、これパリ、はい、いや俺逆がパリだ。俺も逆パリよ。パリよ。パリだな。よかった。パリどこがパリ。パリはこっちですよ。違う、なんかね、あのアートっぽかったんだよね。俺血流れてるように見えたんだよね。いや、こっちも血も見えた。だからどっちもね、あの国旗ですよ。俺どっちかというと、あの確かあのフランス横線、横三本ね。やりました。パリに繋がりましたぞ。だいぶ追い上げられましたね。お招きと、はい、存分に楽しみました。ロールシャッハ第6時だから、うん。